八条を着た女性、月岡義都氏風俗32章恥ずかしさ浮き八条は、八条島に伝わる草木染めの絹織物。島に自生する植物の煮汁で黄色、飛び色、黒に染められた糸を平織り、または綾織りに織り、島模様や格子模様を作ったもの。稀に無地のものも染められることがあるが、地の黄色が村になりやすく、市場にはほとんど出回らない。 無論八条島が本場だが、秋田県でも浜ナスなどを原料とした染料を用いた旧八条が織られているため、そちらの八条を秋田木八条、八条島で生産される八条を本場木八条と呼んで区別している。八条カリアスで染めた明るい黄色の色彩が特徴であり、現在は伝統的工芸品として国の指定を受けている。飛び色が主体になったものは、 じゃ、八条。黒が主体のものは黒八条と呼ぶことがあるが、黒八条には同名の別の絹織物が存在するので混同しやすい。旧八条という名称は戦後になってからよく使われるようになったものであり、以前は八条絹単語と呼ばれていた。伊豆諸島では八条島の他に三宅島でも独自の絹織物が製造されている。三宅島のものは 三宅単語と呼ばれている。元の織の利長は、玉勝馬にて、神大鳥賞という書物に、諸国の三リ屋より大神宮に建てつるものの中に、八条、絹一匹という表現が多く見える。したがってこの絹は、どこの国からも産出したのである。伊豆の沖にある八条が島というところも、昔この絹を織り出したので島の何もなったのこの島は、古くから、 戸からの留人によって絹織物の技術がもたらされていたため絹織物の生産に優れ室町時代から工納品として八丈の絹を収めていたとされる官営年間にはタブの木の樹皮を使った飛び色の織物が織,物が織られるようになり完成年間頃に現在の木八丈に使われる染色技術が完成されたと言われる江戸時代後期に 白子や奥間の入り婿殺人未遂事件を脚本化した、浄瑠璃、恋娘昔八条で、旧八条の衣装が採用されたことから爆発的な人気を誇った。奥間が処刑に臨んで八条を着たのは確かだが、江戸時代中期には旧八条の知名度は低く実際には、飛び色か黒字の八条と思われる。旧八条の印象的な黄色は、他の地方では、 雑草扱いされるコブナグサという稲荷の一年草から取れるもの。他の草木に比べて群を抜いて美しい黄金色を染め出すことから八条島では本土で古くから黄色の染色に使われるカリアスにちなんで八条カリアスと呼んで大事に栽培されている。これを用いて秋の初めに糸を染め始め椿などの灰で悪ク付けする。飛び色は タブノキの樹皮が原料で何度も繊維に漬けては乾燥させて赤みがかった濃い茶色を染める。黒色はいわゆる泥染めで得る。スダジーの樹皮で染めた糸を自然の沼で泥漬けして泥の中の鉄分とスダジーのタンニンを結合させることで黒が得られる。ちなみに泥染めで黒を染めると糸が脆くなりやすいため黒染めの古切れは現代に伝わりにくい。ありがとうございます。